ボクシングのグローブを置いてもいいっていう思ってるんで、引きだけでも引退、勝ち以外は引退しようかなって思ってます。去年8月、セレス小林世界初挑戦。セレスはチャンピオンと互角以上に渡り合うファイトを見せたが、惜しくも判定引き分け。セレス小林の世界初挑戦は失敗に終わった。あれから半年、セレス小林世界再挑戦。判定負け、黒星デビューのセレス。決して天才でもハードパンチャーでもない。巧みな技術と頭脳的なボクシングが持ち味。日本タイトルも3度目の挑戦でやっと掴んだ苦労人だ。普段は葬儀屋に勤めるサラリーマンボクサー、セレス小林。仕事とボクシングの二重生活を愛する家族が支えてきた。嫁さんには今まで苦労かけてるし、子供だってね、僕そんなにそのことしてあげられないんで、世界チャンピオンだってね、リングに上げてあげたいですよね。ただ優香のパパは世界チャンピオンだって、もう何でもいいんですよ。もうほんと KO でなくてもいいんです。判定でも何でもいいんです。とにかく勝ちたいんですよね。 WBA JBC 帝拳プロモーションプロデュース、 WBA スーパーフライウェイワールドチャンピオンシップ in 横浜リーグ。レッドコーナー41戦33勝 25KO7 敗1分け in 1988フォロース WBA ミニマムチャンピオン 93 WBA ライトフライチャンピオン 99 WBA フライチャンピオン and now WBA スーパーフライウェイチャンピオン4階級制覇 from ベネズエラレオ・トリート・カメズ。ブルーコーナー29戦22勝 13KO4In 1998, 日本フライ級チャンピオン 4 straight no defending Final challenge 国際ボクシング You must go チャレンジャーセレス小林 And today's referee 9 times in Japan 畠山専門レフェリーでした。From United States, Armando Garcia. WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦。放送席の解説は元世界チャンピオンのお二人、ファイティング原田さんと浜田剛さん。ゲストには次にも世界を狙おうかという18古賀ジムの長島健吾さんをお招きしています。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この試合は1ラウンド中に3度のダウンがあると KO 負け、そして偶然のバッティングによって試合続行不可能となった場合、4ラウンドまではドロー、チャンピオンの防衛、5ラウンド以降は採点による判定となります。さあファイナルチャレンジを迎えましたセレス小林、そして4階級制覇のレオ・ガメス。妻よ娘よパパの勇姿を見てくれ、ボクサー人生の集大成を迎えました。背中が見えています。今左を放っていきましたセレス小林国際ジム、これが2度目の世界挑戦になります。前回は去年の8月、真夏の暑い両国国技館でした。チャンピオンの綱川とドロー、タイトル奪取はならなかったセレス小林。今回は負けたら引退、引き分けても引退、悲壮な覚悟で臨んでいます。一方背中が見えているのがチャンピオンのレオガメス・ベネズエラ、4階級制覇ベネズエラの英雄です。さあいい動きを見せているセレス小林、赤と白日の丸を意識したトランクスを身につけています。左、さあファイティング原田さん、小林の動きはどうですか。そうですね、積極性ですね、1回目からね、はい、非常に調子もいいんじゃないですか、やっぱり引き上げだったらもう負けたと一緒ですからね、そういう気持ちでもう本当に今度は勝たなきゃいけないっていう気持ちを言ってますからね、はい、それがもう1ラウンドから見えてますね。浜田剛さん、はい、セレス小林動きどうですか。いやー気合入ってますね、ガメスみたいなベテランで、はい、タイミングのいい選手は1ラウンド目で叩いておくと、今いい戦法ではありますね。
今右は空を切りました。長島健吾さん、どうですか、近い将来世界挑戦を計画されていますが、この世界戦の舞台1ラウンド、セレス選手立ち上がりいいですね、動きいいです、非常に楽しみな立ち上がり、はい、ガメスの右をどう いかに殺してボディを打つか、まあ、このガメスと言いますと右のストレート、そして右のアッパー、先日の戸高戦の時には戸高の顎の骨を粉砕する、そんな強い威力を持っています。チャンピオンのレオガメスは背中を見せています。フェイントから右から左パンチを打っていきました、セレス小林。まあ今小林いい感じで、入れてきてますからね。なるほど、その次の攻撃がいつ出るかですよ。あっと左ちょっと頭がぶつかったか、ナイスボディ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 。1ラウンドは様子を見ていくというガメス、そこの付け入る隙を狙っているセレス小林です。あっと打ち返してきたチャンピオンのレオガメス、右ストレート右アッパーだけは気付けんでいかんですよ、はい、あの連打は3度ガメス打たなくなりましたからね、一発一発はカードチャレンジャーのセレス小林、ボディボディ当たっている、これは前半でもっと押し切るのは大事ですね、押し切るのは大事、原田さん、完璧にペースはセレスと見ていいですか、いいですね、いい攻撃ですよ、ここで叩き込んでもいいですよね、あっと兄弟振ってきましたレオガメスチャンピオン、フェイントを入れて相手の動きを確かめていますセレス小林、画面背中が見えているチャレンジャー、あーっとナイスボディ1人、まあまあ、ワンツープラックされましたからね、はい、あれで多いんですよ、プラックされておいて右を逃していきました、返せばいいわけですから、残り10秒を切った第1ラウンド、第1ラウンドから激しい攻めを見せていますセレス小林、第1ラウンドを終了しました、大きな拍手が横浜アリーナの中を突破します。さあセレス小林の2度目にして最後の挑戦、第1ラウンドがありました、ファイティング金田さん、はい、どうですか1ラウンドご覧になって、いや1ラウンド積極性ですよね、挑戦者らしく、非常に僕はポイント取ったと思うんですけど、はい、非常にいい攻撃だと思いますね、浜田剛さんは、はい、いや本当にいいですよ、あのもっと硬くなって体動かないんじゃないかなと思いましたけどね、1ラウンドからあれだけ動けるというと、もっと回復を重ねることにもっと手が出てきますから、いい感じですね。長島健吾さんはこの1ラウンドご覧になってどうでしたか、いやセレス選手の立ち上がりは非常にいいんでびっくりしました、なるほどね、はい、何かこう緊張感というのは全くないですね、そうですね、はい、積極性があってすごくいいと思います、これからの立ち上がり楽しみになってきました、第1ラウンドはチャレンジャーのセレス小林がぐん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 前に出ていきました、さあ第2ラウンドのゴングが鳴りました、背中が見えているのがチャンピオンのレオガメスです、4階級制覇のチャンピオン、ベネズエラの英雄です、5ヶ月前戸高秀樹の顎の骨を砕いてタイトル奪取、このスーパーフライ級タイトルは初めての防衛戦になります、プロキャリア16年37歳の大ベテラン、おっと来ましたね、来ましたね、1ラウンドは様子見だったんでしょうかレオガメス、2ラウンド目から来ました、まあ、あの小林が思った以上に出てきたんで、おっとこの辺で止めとこうということでしょう、なるほど、うん、右を伸ばしていきました、まああの外に右、おっと外に打ってきましたからね、その右は避けたあたりで打っていかんでかんですよ、はい、37歳のガメス、勇猛果敢で持久力があるというジャネイロ族出身です、トウモロコシ牛乳蜂蜜で育ったと言っています、体力の衰えは全くないと豪語しているんですが、今年限りで引退するとコメントしました、5ラウンド、あーっと右、5ラウンドまでに倒すと宣言、本音は後半勝負が嫌なんでしょうかレオガメス、右の深い右を伸ばしてきましたレオガメス、中間距離がいい感じで来ましたからね、はい、そこだけは気をつけてもっと距離を詰めるないし、あっと、うん、浜田さんこの距離はどうなんですか、ガメスですか、イーブンやや、ガメスのパンチも生きるというところがあるんですよ、はい、あそうですか、こういったのが飛んでくるわけですよね、はい、鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、やはり1ラウンドは作戦通り様子を見ていくということで、このラウンドからが勝負と見ています、なるほどね、その言葉通り出ています、左を伸ばしました、右は空を切った、赤コーナー背負っています、チャンピオンのレオガメス、右を返すタメス、画面の左側セレス小林は1階級アップして減量はスムーズになりました、食べながら練習できたと話しています、持久力パワーを実感していると、あーキザリー、一番は減量期のストレスから解放されたこと、イライラしなくなって娘の優香ちゃんが一緒にお風呂に入ってくれるようになった、
前回の調子の時には嫌がってお風呂にも入ってくれなかったと話しています小林。精神的肉体的に十分な状態です、はい、このペースが速くなりますからね、このペースでいいね、このペースでいい、一発一発だ、打ち合いだと、本当にいい、の方がちゃんと右に前に出る小林、やっぱり右に出るね、はい、セレス選手もっと横の動きが欲しいような状況です。横の動きね、はい、正面から行くとやっぱり右が怖いんで。そうですね、はい、鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドですが、前に出ていて相手のクロス系のパンチに気をつけるという指示です。ただ一つ心配なのは、どうやら用意したマウスピースがないようなんですが、今予備のマウスピースを使っています。そういった精神的なちょっと心配があるかもしれません。あの試合前ちょっとマウスピースが合わないような場面ありました。まあセコンドも十分緊張してるんですね。そうですね、キャリーこれはかいくぐっていきました。よく見えていますセレス小林。右の右から右、ブラックの右、ガメスの右、ナイスボール、ナイスボール、ナイスコンビネーション、左のクロス、第2ラウンドが終了です。大物を比較してみましょう。セレス小林が9歳年下です。身長ではセレス小林の方が14センチも上回っています。脅威はほぼ同じ、リーチはセレスが3センチ。まあですから身長と比べるとレオガメスのリーチがいかに長いかがこれで分かっていただけると思います。第3ラウンドを迎えます。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャレンジャーのセレス小林が画面の右側。去年8月真夏の世界初挑戦は無念の引き分けでタイトル奪取はなりませんでした。セレス小林アッパーを見せてきました。チャンピオンのレオガメス、ね、今日2度目の世界挑戦の、おっと右ガメス、この右だけはやっぱり怖いですよ。怖いですよ。おっと前に出てきたぞ、ガメス。一発で倒すもの持ってますからね、さあ左、このチャンピオンのレオガメスの右には気をつけなければいけません。セレス小林プレッシャーをかけて前に出てきます。ガメス、あボディ、ガメスが嫌がるのはですね、連打で来られるのが一番嫌がるんですね。あガメスが嫌がるのは、はい、一発一発の打ち合いだったらやっぱりガメス、いいペースでいきますからね。なるほどね、ちょっと距離を取っていますセレス小林。小林はパンチ続けること、はい、一発じゃなくて続けることですよ。今左から右のコンビネーションを見せていきました。右右サウスポースタイルのセレス小林です。前回は引き分けでタイトル奪取ならなかったセレス小林、今日は負けても引退、引き分けても引退、必死の覚悟での挑戦です。右のリードジャブ、的確に顔面を捉えています。両選手もやっぱり平場くんってしただけあってね、やっぱり小林君もうまいボクシングしてますよね。なるほどね、今のところガメスもちょっと上回っている感じですよね、長嶋健吾さん、はい、ガメスの方は打ち返してきていますが、セレス小林の余裕はどうですか。よくパンチ見てますね。見てますか、はい、じりじりと前へ、前を詰めていくレオガメス。ガメスは足がないんで、もっと左右の動きで揺さぶりたいんですけど、スピードが流れてないですね。ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、ボディは弱点と言われていますレオガメス。さあショート連打当てることができるか、右をかいくぐった、ボディ効いてくるとパンジは余裕打てなくなりますからね。そうですね、おっとアッパー、ちょっと苦し紛れのアッパーがレオガメス、そのパンチはよく見えているようです。セレス小林、右右へと回り込んでいきます。ナイスボディ、左左のボディ、パンチ当たるから何回も何回も続けてもらいたいですね。なるほどね、鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドとしてはサイドへ回ってボディへの攻撃、こういった指示が繰り返されています。なおっと一人のキュース、ボディを返していきますレオガメス。ちょっとガメスの方もむやみやたらに振り回しているといった感じがあります。ガメスは直線は強いんですよ。あこれ直線強い、直線は強いですね。回らなければいけないセレス小林、正面立ってはいけない、接近戦、ナイス、ガメスいいもの持ってますからね。ちょっと距離を取りましたセレス小林、スタミナは十分です。セレス早い勝負に出ています。チャンピオンのレオガメス37歳。あーナイスボディ、あーボディ打ったんですね。ボディ打たれて極端に嫌がってますね。嫌がってますか、はい、あーっと下のストレート、だからあの顔面が生きてくるんですよね。あーなるほどね、ガメスもねどんどん打った方がいいですよ。下がるとあーっと今打ち、第3ラウンドが終了です。原田さん、はい、このセレス小林のボディーブローがかなり効いてるみたいですね、いいですね、非常に攻めはいいですよね、はい、あれも何回も当たるパンチを何回も打ってもらいたいですね、そうするとねやっぱり下がってきますんでね。なるほど、どうしてもボディがかかりますからね、顎が上がりますからね、そういう意味でストレートやなんかフックが生きてきますから。さ
さあセレス小林ボディ攻撃が後半に功を奏すことができるのか。ちょっとチャンピオンガメスの表情が苦虫を噛みつぶしたような感じになってまいりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第4ラウンドを迎えています。ああ今右が伸びました。左背中が見えているのがチャレンジャーのセレス小林国際ジムです。今日が2度目の世界挑戦。一方画面の向こう側4階級制覇ベネズエラの英雄レオガメさん、ナイス。あと右を伸ばしていきました。この右には気をつけなければいけません。あっぱら右、やっぱ右ストローが強いですからね。なるほど。これ一発一発これは連打がなかなか来ないですからね、だから一発一発の、間を置いてのパンチを打ちますから、そこはずらすことですね。あっとボディーブロー、あっと右、あこれは気をつけなければいけない。ガメス出てきましたね。出てきましたね。やはりこの序盤の3ラウンドポイントを取られているとでも思ったんでしょうか。レオガメス早い回で終わらせたいレオガメス、ここに来て強引に割って入ってきました。ガメス、ナイスボディです。左左、まあ、タッパー、これはガメス弱点がボディ、そしてあまり打たれ強いとは思えません。レオガメス左ストレートでモンドリ打って倒れるシーン今までに何度も見ています。鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、中ボディやることができればもう積極的に打っていけという指示が出ています。なるほどね。もうやっぱりいろいろとね、はい、そのスタミナの考え方ね、レベルさんが出てくると思うから、なるほど、勝負していくんじゃないですか。そうでしょうね、本人は5ラウンドまでに倒したいとそういうことを言っていました。レオガメスチャンピオン小林選手は、ボディをフェイントして上に返しても当たりますね。おなるほどね、はい、ちょっとガードが下がってますか今、そうですね、レオガメス、あー、返すボディ、はい、このボディをしつこくしつこく狙っていきたいというセレス小林です。うーん、右ストレート、これは気づけなかったんですよ。右ストレートね、右ストレート、右アッパー、はい、ちょっと中途半端な距離にいるか、右、左、さあボディから右のックアッパー、前出る、セレス前出る、ここで連打できるかどうかですよ。まずボディ、ナイスボディ、アッパーよく見えているセレス小林、このガメスのアッパーが戸高秀樹の顎の骨を折りました。これには気をつけなければいけない。さあ正面に立っています。右を伸ばした、この右は届かない。彼の正面に立ってもですね、数打てばですね、相手はなかなか打ち返してこないですからね。なるほどね。ただ一発一発の間を置いたやり方というのは、あぶり効いてるか、効いてるか、これ効いてるか。さあボディ攻撃セレス、こういった回転アッパーを返していくダメス、こうやって数を集めると、数を打つというのが大事ですよ。こっちもアッパーだ、セレスもアッパー、鼻血出しましたね、ガメス。おガメス鼻血、鼻血出てます。ナイス、左が内か、右のボディーブロ ー、チャレンジャーセレス小林、ずっと流れてきましたよ。右、ガメスと右、今鼻血が止まった、右ちょっとひるんだセレス、あっ危ない。第4ラウンドが終了です。1週間前に来日したガメス、30時間の移動でご機嫌斜めでした。しかし翌日からの練習では37歳と思えない軽快な動き、4歳の息子に野球用具一式も購入しました。一昨日の調印式にはひげを剃っていて15分も近く、4階級制覇の余裕かと思われたガメスですが鼻血を出しています。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチは第5ラウンドを迎えています。12回戦、背中が見えているのが4階級制覇のレオガメス、今左のブローを伸ばしていきましたチャレンジャーのセルス小林。ファイティング花田さん、ここまでご覧になってどうですか、両者の、まあ、有利不利といいますか。そうですね、僕は小林君がいくらが有利だと思いますね。おなるほど、いいペースで来てると思いますよ、ただ安心はしちゃいけませんね。なるほど、浜田剛さん、やはりこれガメスは百戦錬磨の英雄ですから、この辺りの狡猾さといいますかね、試合運びうまいですよね。そしてごまかし方もうまいんですよね。あなるほど、それをごまかしを、乗らないためにも、パワーで押し切るというのも大事なんですね。なるほどね、ちょっと3ラウンドの最後の方ですね、小林いいの食ったんで少しそうでしたね、失速気味なところあるんで、これ下がっちゃいけないんですよ。下がっちゃいけない、はい、はい、ボディーブロー、このラウンドはガメスの方の手数が出ています。ガメスの鼻血出しましたからね、鼻もっと攻めるというんですかね、そして相手が鼻血出すと、はい、スタミナなくなってきますから、ここで連打できるかどうか、トッパー、ガメスとトッパー、右、小林の当たった後の攻撃が欲しいところですけどね。なるほどね、ダメスは、まとめとってもうまいですね。うまいですよね、チャンスと見ると、はい、左を伸ばしていく、右、ナイス、小林、あっと左、
鈴木さん、はい、チャレンジャーセレスサイドですけれども、ようやく本来のマウスピース届きまして、あ、よかった、ちょっと安心した表情を見せましたね。なるほどなるほど、このラウンドはちょっとセレスの手数が出ていないようには見えますが、長島健吾さん、はい、これはどういうことなんでしょうかね。ガメスが思った以上に出てきてるんで、お、やはりこの辺りパンチ力というのも感じているんでしょう、セレス小林。あ、ボディーブロー、あのガメスの右は本当一発で試合展開を変えるだけのパワー持ってますから、ガラリとね、はい、ちょっと右を食ってますね。あ、そうですか、このラウンド、うん、危ない、ちょっとガメスの方も鼻血かけまして口が開いています。ガメスも呼吸苦しくなりますからね、これはスタミナロスになりますね、なりますからね、はい、そう踏ん張るところですよ、5ラウンドまでに倒したいというガメス、その5ラウンドが来ました。この回ってやっぱり今は言っちゃってますけど、両方で両者辛いですよ。この回でこれまた、はい、もうですね、セレスセレスも辛いですね。今イナッパーナイスコンビのボディ、距離を取りました。1人1人左のフッキー、ガメスガメスの右を回ってはいけない、あーっと2人ナイス、あガメスも来た、あガメスも来た、右を越えるよ、ガメスも来た、ボディを必要に攻めるセレス小林、左の奥から右クリンチに逃げる小林、第5ラウンド時間がなくなります。ガメスちょっと目の上で切りましたかね。あ、そうですか、第5ラウンド終了です。小林トモエ夫人に出会ったのは試合に負けた日の夜、居酒屋でした。その出会いから連勝街道がスタート。結婚、そして子供の誕生がなかったら日本チャンピオンにもなれなかったと思うとセレス小林、前回果たせなかった一人娘優香ちゃんとの約束、リングで抱っこと記念撮影、これを実現したいところです。第6ラウンドが始まりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン背中が見えているベネズエラのレオガメス、そして画面の左側、今フェイントを見せていきました、赤と白のトランクスが挑戦者セレス小林です。ちょっと距離を取っています。右足でフェイントをかけた、1人今ちょっとガメスのパンチもカウンター気味に食いました。セレスはミナッパ ちょっとあのセレス あの動きがちょっと止まってきてますからね。ああ、そうですか、止まると今右来ますよ。あ、右来ますよ、果敢に右を振ってきます、うん、第6ラウンド、鈴木さん、はい、赤コーナーチャンピオン陣営なんですが、このガメスの右の目尻に近いあたりのマッタ、傷はそれほど大きくないということです。なるほど、で今ガメス自身がインターバルで、このラウンドは4ラウンドか5ラウンドかというふうに尋ねる場面がありました。あれですね、分からなくなっているような感じですね。まあ、それはですね、確認する意味ということで、そんな珍しいことじゃないですね。そうですね、はいはい、右のボディを伸ばしていきましたチャンピオンのレオガメスです。ガメス右の目尻を来たのね。そうですね、チャンピオンも体調は良し、そしてセレス小林も絶好のコンディションでこの世界戦を迎えることができました。毎日訪れる新聞記者の皆さんにも笑顔で対応していました。さあコンビネーション出ました、前へ出る第6ラウンド、大きくフックをスイングしてきます。ガメスの体を立ててですね、血にまみれています、はい、ガメスを体を立ててロープに詰めると、そうするとガメスのパンチ出なくなるぞ。そうで一回引き出せね、どんどんね。いや浜田さん、これガメスとしても相当苦しいですよね、はい、そうですよね、3ラウンド目のボディフローまだ効いてますからね。あっと、ボディ右のボディだからちょっと動きが止まったガメス、うん、5回目ぐらいやっぱり勝負したんですよね。なるほどね、そうですね、だからそれは向こうが攻めだと思いますよ、小林君もね、はい、ガメスはやっぱボディーブローは嫌がりますね。そうナイスボディー、ナイスボディー、だからこれ仮にブロックされてもいいんですよ、ブロックされてもいい、打ってればいいですね。おナイスボディー、ガメスが決まった、ガメスが決まった、ここでレンダム1人、レンダム1人、さあセレスチャンス、セレスチャンス、あーレンダム1人ですね、欲しいな、ガメスも苦しいですからね、あーちょっと距離取った、ガメスも苦しいですよ、あーっと右回り込んでの右、ナイスボディー、ガメスの動きが止まった、ガメスはやっぱり鼻血で鼻が詰まったのか口開いてきましたからね。ラスト2人、非常に上部の攻撃いいですよ、ね、はい、あのボディから上に返してほしいですね。ボルテージが上がってる、さあ効いた、ガメス効いた、チャンス、ここでチャンス、ここでチャンス、これは止めたいですね、ガメス倒せる、効いてますよ、あっと打ち返してくるガメス、ここでもう終了。
ッパ健吾さん、このラウンドセレスチャンスでしたね。そうですね、あの5ラウンドガメス選手が、あの前に出てきて、はい、あの流れが、移りかけたんですが、ちょっとね、はい、完璧にまたセレス小林がペースを第6ラウンドに握り返しました。37歳、今年限りで引退、チャンピオンのまま引退したいというレオガメス、その夢を打ち砕くかセレス小林。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチは第7ラウンドを迎えました。鈴木さん、はい、このラウンドからセレス選手の奥さんと娘のゆうかちゃんがリングサイドすぐ下まで来まして、そうですか、今その姿を確認して出ていきました、はい、なるほど。さあ前に出る、セレスが前に出る、この連打先生が一番に上がるのは続けて打たれることが上がりますからね。なるほど、うまい左、ガメスもボディがだいぶ効いてるのか、スピードだいぶ落ちてきましたね。あ、落ちましたか、はい、あ、マスパリちょっと体がくの字になった。これで連打したら本当もうチャンスですよね、はい、ただあの安心してあの右は怖いですね、ですね、はい、あの打たれていてもガメスというのはここぞという余力は残してますからね。一発だけ持ってますからね、はい、あおっと詰めてくる、ガメス詰めてくる、足を使ったセレス、これはあのマウントとそういった感じ取りますから、はい、あと2人、相手のオープン詰めて連打できるかどうかですよ、はい、さあショート連打、ショート連打、国際ジム伝統のショート連打、2人、あっと右の左のフック、レオガメス中に入って右のフック、左のストレート火を吹くか、セレス小林、ナイス、あ、ナイスボディ右、やっぱり上下の攻撃がいいんですかね、何回も繰り返したらいいですね、はい、あれね。37歳の英雄ガメス、ちょっと苦しそうだ、しかし前へ出てくる、小さな闘牛トリートというニックネームを持つレオガメス、キャリアは41戦33勝25 KO 7敗1つの引き分け、一方のセレスは29戦22勝13 KO 4敗3つの引き分け、あと左のフック、ガメス、お、右ストレート、ちょっとセレスのパンチが出なくなった、非常に間を置くとああいったのが飛んできますからね。そうですね、でも非常によく見て防御してますよね。ガメスの方も必死です、左のショート、おーっと右、ガメスの右、アッパー、ショートレンダーワンツーから2人、接近戦、セレスとしてはもっと頭をつけたいところなんでしょうか、うん、そこで頭をつけてもいいですからね、右の連打すると数を打つというのが大事なんですね。なるほど、チャンピオンは鼻血を出しています。あーっと右、ガメスの右、続けたいですね、はい、あ、右、前、前、あ、前を振った、ナイスボディ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 、ガメスの目はもっと血が出てきましたね。そうですね、うん、ちょっと血液の方が垂れてきました。おーし、左に入って、左に入って、あー、ボディ効いてますよ、ボディ効いてますよ、あ、ボディ効いてますよ、第7ラウンド終了。まあセレスの方が攻めていようとも気をつけなければならないのは、うん、チャンピオンの右ですね。そうですね、怖いですねそれはね、でもあの非常にあのセレス君も小林君もですね、はい、非常にあの攻めてるから、まあ、逆にいいんですね、一応あった通り気をつけなきゃいけないですね、はい、さあこれから第8ラウンドに入ります。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチの12回戦、37歳のレオガメスチャンピオン、ガメスがトランクス下げてきましたね。ああ本当ですね、ちょっと苦しくなったということですよ、なるほど、ノーファールカップが随分と見えています。やはりこの急所をプロテクトするノーファールカップ、かなり高い位置にあるということは、ボディが弱いということをレオガメス示しています。ジナイ選手上下の打ち分けいいですね。いいですか、はい、相手をよく見ています。画面の左側、セレス小林、国際ジム、ナイス、28歳、トモエ夫人とユーカちゃん、一人娘のユーカちゃんもリング下で見守っています。顔面から血を流しています、ガメス、そして右目のあたりをカットしています。そうですね、目尻はだんだんあの出血ひどくなりましたね、そして、はい、赤コーナーなんですが、このガメスの血がちょっと広がってきているようです。あ、そうですか。第8ラウンド、37歳のガメスとしてはいくら体力に衰えはないと自分で言っていても苦しくなってくるところです。いや、ガメス苦しいですよ。苦しいですか。いや、本当苦しんでます、はい、今苦しんでます。
一方のセレス小林の方はスタミナは十分。小林に連打されると小負けし効かなくなりますから。ああ止まり始めましたねガメスがね、だからボディそれでもっとあの数欲しいですね、手数が欲しい、ね、手数が欲しい、あ2人前やってる、さあ右手が右には気をつけなければいけない、あれですね、あれは変えたですよ、あとちょっとフラットしたガセレス、これだけは一発でやっぱりまだ残してますよ、右は残している、残してますよ、この後では止まない、相手の角っていうのはすごいですからね、やっぱりね、やはりセレスとしてはボディで相手の動きを止めてから連打に行きたいところです。第8ラウンド。あっと、ボディ1人動きがまた止まった。ボディ上がっている。この後まとめたいですね、まとめたい。チャンスですよ。チャンスを右1人。やっぱあの右は怖いですよね。怖いですね、ガメスね。完璧に口で息をしています、チャンピオンのガメス。いや、ほんと呼吸苦しくなったということですからね。はい、ただこれしかないいいパンチを打った時に連打ができれば面白いですけどね、なるほどね、はい、連打できればですね、ダウン取りますよ、あ、左セレス、ガメスも相当苦しくなっていますよ、ボディから顔面セレス、ナイス、左寄ったセレス、あ、右ガメスの右、打ち終わり止まらないことですね、なるほど、打ち終わり止まると右今の右で飛びますからね、ボディ顔面フックアッター右ラッパーガメス、このガメスを前に進ませてはいけないわけなんですね、浜田さんね、この選手はロープに詰まって体立てられるとですね、力出ないですね、今ですね、はい、今の状態、今の状態はこれチャンスじゃないですか、はい、ああ左左今の状態で、さあ右のボディ、さあチャンス、まあ、セルスチャンス、連打するの決める、ああ引いたセルス引いた、ここで下がっちゃダメですね、なるほど、第8ラウンド終了です。北海道用地元茨城県岩井市、職場のある荒川区、国際ジムのある台東区から1500名ほどの大応援団が来ています。世界チャンピオンになって有名になりたいというセレス小林、今日勝ちますと明日早朝のテレビ番組生出演も決まっています。さあ人生ボクサー生命の全てをかけてセレス小林一世一代の大勝負、第9ラウンドを迎えました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン右側レオガメス、背中が見えている挑戦者セレス小林、ガメスの方は前へ前へと来ています、後ろに下がりながらパンチを送っているセレス小林です。浜田剛さん、はい、なかなか連打が続かない小林、どうしてなんですか。そこなんですね、そこでやっぱり一発で、まあ、ガメスがそこがうまいところなんですけどね、連打されたところで一発だけは返しておくと、なるほど、うん、だから止まっちまうね、この小林は。それがやはり怖いですからね、セレスとしてもね、ここで押し切るっていうのも一つ勝負どころなんですよね、はい、あ、なんかこのラウンドはガメスいいじゃないですか、だから取られるとそういったことですね、なるほど、ただガメスは本当苦しいですよ、ガメス苦しいですよ、さあ頭をつけてボディ攻撃、ここでセレス打てるかどうかですよ、さあボディ右のボディサイドボディ、ここで打ち込むんですね、ここで打ち込むんですね、さあ頭をつけて、ここで勝負ですね、ナイスボディから、さあ状況をもっと苦しいようになりません、右のボディ、止まると、ガメスの右、止まると、この距離は危ないセレス、あー危ない、あーセレス危ないぞ、危ないぞ、小林もいいパンチ食ったか、相手も意外ですからね、首がね、怖いですからね、ここは何とかしなければいけないセレス、ボディが一発決まればガメスの動きは止まります、あー右、小林体流すとですね、体の後は今みたいに右が飛びますから、なるほど、体流せないこと、我慢することですね、はい、今パンチが流れてきました、ね、ちょっとね、インコ入れて、あー右、あー右、左、あーっと、あーっと右、さあセレスも出る、ガメスも打つ、あーっと右、ガメスも本当苦しいんですよ、ガメスも余力はまだあります、この辺りはうまいところ、ポイントを取られたと思ったらすぐに巻きしのぎながら、はい、ガメスも踏ん張ってますね、そうですね、まあよく言う自分苦しいというのに相手も苦しいというのはここですね、なるほど、さあボディが決まった、まあガメスとしてはラウンドの終盤になりますと動きが止まってきます、ダリー、これは流れました、右を伸ばす、あの打ち終わりもっと小林選手動きたいですね、あ打ち終わり、はい、小林のあのコーナー詰まらなくて、そうそうです、これがやっぱりガメスの意味も違いますよね、相手がやっぱり疲れてきたなと思うと追い込み違いますからね、この辺がやっぱり老害ですね、あちょっと小林の方も、うん、手数が減ってきた、あ この右で攻められる、このラウンドはちょっと我慢ですね、セレスね、
サイ、頑張れ。ここでローブに詰めて、相手のパンチ以上に手を出すと大事ですね。はい、あのラウンド残り15秒、それ第9ラウンド。あー、ガメスも本当疲れてますよ。疲れてますか。ガメス疲れてますよ。あー、2人、そして1人、右サイラス、右、あー、打ち。あー、ガメスもすごい。さすが4階級制覇の英雄です。第9ラウンド終了。小林、おとといが結婚記念日でした。しかしあえて昨日、試合の前日にダイヤのネックレスを奥さんにプレゼントしています。手紙に添えてありました。今日は勝つからという言葉が書いてあったそうです。多くのものを背負ってセレス小林、引退覚悟で今日の挑戦を迎えています。37歳4階級制覇のレオガメス、やはりこの辺りはちょっと序盤ポイントを取られているんじゃないかということで来ましたね。浜田さん、そこの読みは、あっと来たと、ガメスが来た、右に力込めてきましたね。ガメス来た、右に力込めてますよ。チャンピオン来た、やっぱりキャリアが小林踏ん張りどころですよ。踏ん張りどころですね、この10ラウンド、ガメスも苦しいわけですからね。はい、おっとガメスが前に来た、最後の力を振り絞るようにガメスが前に来た。だから小林君負けちゃダメ、弱くなっちゃダメですね、その場合行くような感じじゃないと。長嶋健吾さん、こういう時にはどうすればいいんですか。セレスはもっとコンビネーションブローが欲しいですね。コンビネーション感じになってきましたね。なるほど、はい、あー打たれている。さあ頭をつけてボディ攻撃、ガメスの正面に立ってはいけません。頭をつける時にもっと左のガードを前に持ってくることですね。なるほど、あの左が2ガッパ飛んできますからね。はい、あーっと危ない。鈴木さん、はい、チャレンジャーサイドですが、やはり横に出ろという指示が出ますね。ね、下がってはダメだ、ラインを中心に前へ行けという指示です。ちょっと左のガードも下がり気味になっているか。セレス、ガメス、あ、ちょっとガメスが生き返ってきませんか。いや、本当に踏ん張ってますね。あーって1人、ボディを打て、ボディを打て、ここで続けること、はい、ボディを打ちたい。ここで続けること、世界取れるかどうかの、そうですね、悩むでしょ。ここはこの10ラウンドは大きなことですね。チャンピオンたることを認定します。2001年3月11日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー配信、見事に WBA
スーパーフライ級新チャンピオンになりましたセレス小林です。ここまでの苦労が実りました。高橋会長も泣いています。そしてクラッシャー三浦トレーナーも泣いています。見事見事日の丸を背負ってチャンピオンベルトを巻きました。そしてまたすぐにああ世界一だ、そういった言葉が聞かれます。 WBA のチャンピオンベルト見事セレス小林世界の頂点に立ちました。パパが世界チャンピオンになりました。レオガメスの方は今ようやくリングから降りたところです。いやー入ってきてください、素晴らしい試合でしたね。セレス小林君とはやっぱりボクシングからの金ですよ。そうでしたね、本当に頑張ってね、今まで壁に突き当たってそれにぶつけ合ってきてね、本当にやっぱり苦しいこと見ることになってますから、本当に花が咲きましたね。よかったと思います。浜田強さん、いやーやはりこの人の精神力の強さはすごい。うん、そうですね、本当にまあみんなに勇気を与えたでしょう。 WBA スーパーフライウェイニューチャンピオン、素晴らしい試合でしたね。会心の試合でした。いやまだ汗が震えてる。いや前半でユカパパ勝ったよ。ユカパパ勝ったよ。言ってるよ。パパ勝ったよ。うん。小林さんね、ユカちゃんは前半の試合を見てもう後半は安心して途中寝てましたよ。あ、寝てたの？パパ勝ったよ。うん、勝ったよ、ありがとう。まあ、でも前半良かったですけどね、ちょっと19ラウンド目に相手が勝負をかけてきたんで、その時にちょっと、下がっちゃったんで10回にちょっと前出ろって言われて、三浦さんにちょっと左の威力がなくなってるから右狙いって言われて、そしたらドンピシャでカウンターで入って、はあ、これまでのボクシング人生苦しいこともありましたが、この大一番で最高の試合ができましたね。いや気持ちいいっすね。ただガメスで思ったよりもスピードなかったんで、いやよかった。でもパンチ力がやっぱりありましたね。場内をご覧ください、黄色一色大応援なんですよ。ありがとうございます。やったぞ。話によるとちょっと前半ですね、マウスピースが届かなかったんですね。僕なんかやっぱ緊張したみたいで、なんか違うマウスピースを届けちゃって、なんか口合わないんですよ全然。でこれ違います違いますって言ったら、これお前からもらったやつだよって言われたんで、やばいですね。でも公約通り前半からボディ行きましたね。いやボディ打たないとこの試合も勝てないと思って、だからもう頭の中ではローブロー1点ぐらい取られてもいいやぐらいで行ったんで、それが良かったです。最後に一言、このチャンピオンベルトを巻いた今の気持ちをお願いします。いや俺が世界チャンピオンになれるなんて、もう本当もう夢のようです。これからも本当一生懸命一戦一戦頑張りますので、皆さんまた応援来てください。お願いします。どうもありがとうございました。優香ちゃんと一緒に存分に世界チャンピオンとしてのリングを楽しんでください。自分プロボクサーになれますか。小林昌司のボクサー人生はこんな質問から始まったんです。元日本王者の三浦俊美トレーナーと二人三脚で歩んできたチャンピオンロード、勝利以外は引退、悲壮の決意で臨んだこの2度目の世界挑戦、見事にチャンピオンになることができました。そして一人娘優香ちゃんとの約束、リングで抱っこして記念撮影、いやいい笑顔をしていますセレス小林。いやファイティング原田さん、それにしてもこのセレス小林、まあ、本人も言っていましたが、雑草から這い上がってきたボクサーですからね。素晴らしいですね。やっぱり今の若い選手なんかも、はい、やっぱり小林君のこういうね、見直ってこないといけないですよね。いい時はいいけど、やっぱり壁にぶつけたって、やっぱり強くなっていくんですけど、先生ね、いよいよ、はい、いよいよやっぱり素晴らしいですね。長嶋健吾さん、はい、ご覧になっていてどうですか。いや自分も今年小林選手に続きたいですね。そうですよね、なかなかこのタイトル出しと瞬間目の当たりにすることができませんけどね、いろいろやはり自分の時のためにシミュレーションというのができたんじゃないですか。そうですね、楽しみにしてます長嶋健吾選手。浜田剛さんいかがですか。いや本当に苦しい練習の後にこんなに嬉しいこと、いいことがあるんだと、お手本を見せてくれたということじゃないですかね。本当ですね、
前回去年の夏に世界挑戦失敗しましたけれども、その後何が自分に足りないんだろうと、キャンプ中はゴルフ場でランニングするときは、きついところをわざと走ったり、スパーリングの時にうがいをすることをやめたり、そういった小さなことの積み重ねで精神的に強くなった。あとベルト落としましたよ今。いやいや、まあちょっとベルトを落としてしまうというハプニングがありましたが、見事セレス小林選手が WBO 世界スーパーフライ級チャンピオンになりました。地元の荒川区、そして台東区から黄色いタッピを着て、今日は1500人以上の応援団の皆さんが詰めかけてくださいました。まあ本当にこの一瞬のために練習してきたんですからね。そうですね、いや本当に素晴らしい。長嶋健吾さんは改めてこのセレス小林の勝因は何だと思いますか？はい、やっぱりあの強靭な気迫じゃないですかね。はい、自分を見習う部分がたくさんあります。はい、セレス小林はね、前から自分にはスピード、パンチ力、感、ズバ抜けたものは何もないんだと、そういった中でこのチャンピオンになる、やはりこのあたりは気持ちの強さ。はい、そうですね、それを一番感じましたね。なるほどね。はい、長嶋健吾選手としても今日は感じるところが多かったんじゃないですか？そうですね。もう今拳握ってね、今にも俺がというね、長嶋健吾さんはそんな感じですけれども、いや横浜アリーナ、この試合が始まる前にはこんな大きな会場で俺が試合やっていいのかななんて、そんな風に感慨深いに話していたセレス小林ですが、今世界チャンピオンのベルトを高々と上げまして、まあ、ファイティングカルダさん、はい、これであの世界チャンピオンになったわけですから、人生がまた変わるわけですね。いい方にですね、変わってもらいたいですね。非常にやっぱり、やっぱ小林君は苦労人ですからね。はい、そういう意味では大事だと思いますけども、これからまた一戦一戦で、やっぱり世界チャンピオンになるとガラッと人生が変わってきますから、そうですね、いい方に変わってもらいたいと思いますね。浜田剛さん、はい、日本タイトルを取った時の3度目の挑戦でようやくだったんですよね。世界タイトルが早く取れましたね。いやそういった例は今までないんじゃないですか。そうですね、ということは頑張ったら頑張った分そうやって取れるということで、これからの選手にも勇気づけたんじゃないですかね。プロボクサーというのは日本に2000人以上いるわけですけれども、みんながみんなエリートというわけではなくて、まあ、セレス小林もエリートで出発したわけではないですからね。そうなんですね、本当に門を叩いて自分から誘われてきたわけなんですね。そういった面ではやっぱり今まで の少年たちにも夢を与えたでしょう。そうですね。しかしやはり原田さん、勝った後ですからはっきりしてますね。そうですね、疲れはありませんね。勝って疲れて負けるのは全然違いますよ。もう勝てばもう疲れが捨てますよ。言葉ももう大変ですよ。はい、もともと結構おしゃべりな小林選手なんですけれども、でもやっぱりいい顔してますよね。今日は上がってきたね、そういう顔してますよ。本当ですね。すごいね。はい、全く今ダメージはないと、まあ、いつにも増して饒舌になっているセレス小林選手です。周りを新聞記者の皆さんに囲まれました。これがプロ30戦目、見事に世界チャンピオンに輝いたセレス小林選手です。